レナの部屋。俺どこ置いたんだよ。俺はカズキ。陰キャではないが、地味で目立つタイプではない。でも友達はそれなりにいる高校生だ。あった。俺に声をかけたのは学校一の美人であるレイナちゃんだった。やっぱり校内一の美人はすごいな。カズキくん、ちょっといいかな。はい。笑顔可愛すぎる。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな。はい。カズキくんは彼女とかいるの？可愛すぎる。可愛すぎてなんかぼーっとする。私はこの日を待っていた。ずっと暗かった私の人生を明るくしてくれたのはカズキくんだった。私とカズキくんがいる、それだけで何もいらない。カズキくんに恋したあの日から私の世界はあなたで溢れたの。だから両親の期待を裏切ってでもカズキくんと同じ高校に行くことを決心した。そして今日夢が叶う。あなたと私の世界が始まるんだから。彼女いるの？ないですよ。ロボットみたいだよ。すいません。私と付き合ってください。すいません。私振られた？いやいや嘘だよね。私振られたの？カズキくんに振られたの？そっか、私じゃダメなんだね。いやそんなことはないんだけど、俺とレイナちゃんはその一緒にいても釣り合わないというか。ごめんね。私レイナちゃんが悪いわけではなくて、レイナちゃんは綺麗だしさ、俺なんかと付き合わない方がいいよ。じゃあ私はどうすればカズキくんの彼女になれるのかな。自分に自信がないだけなら私と付き合ってみてもいいと思う。私そんな風にカズキくんのこと見てないよ。あの俺恋愛に興味がないっていうか、無理して付き合ってもそのうち俺が振られるのは目に見えてるし。そっか。ごめん。ううん、私失恋に慣れてるから。でも恋をしたくなったら私に言ってほしいな。うん。こんな俺に告白してくれたんだな。カズキ。わ、いいところにいた。何？カズキ、明日って暇だよな。え？合コン参加したいだろ。え？女の子と一緒に遊べるんだぞ。絶対に来たいよな。いや俺はそんなところ行かないけど。何言ってんだよ。俺みたいな寿命が行く場所じゃないし。悪いけど他を当たってくれ。いやカズキ、それはないって。じゃあな。カズキ、今日の合コンのことだけど。だから俺は行かないって。そんなこと言うなよ。来いよ。人数足りないんだって。いやほんときついって。いや本当にお願いだって。ちょっと目立つだろ。じゃあ来てくれるよな。こいつめ。わかったよ。じゃあ今日の7時に駅前にあるカラオケな。わかった。合コンなんてキャラじゃないんだけどな。まあ人数合わせだし、いっか。じゃあよろしくな。まあそんな緊張しなくても大丈夫だって。同じ高校のやつばっかだし。俺がこういうの苦手だって知ってるだろ。まあまあ。レイナちゃん。カズキくん、私には恋愛に興味ないって言っておいてバリバリ合コン来てる。私との恋オッケーってことだよね。レイナちゃんも来てたんだね。びっくりだね。やばい、めちゃくちゃ怒ってる感じ。カズキくん、こういうのに興味あったんだ。やばいやばいやばい、めっちゃ怒ってる。レイナちゃんが来てくれて嬉しいよ。レイナちゃんはどんな人がタイプなの？別にあなたたちに関係ないでしょ。カズキくんじゃん、
あんま話したことなかったけど、私ずっと気になってたんだよね。え、そうなの？私、みんなの分の飲み物取りに行こうと思うから、和樹くん手伝ってくれる？俺ですか？一人じゃ持てないから。手伝います。和樹くん、恋愛に興味出てきたの？え、この間は恋愛に興味がないって言ってたのにな。あれ、おかしいな。りょうたに人数合わせでどうしてもって呼ばれただけで。ふん、そうなんだよ、本当に。そうなんだ、人気者だね、和樹くんは。だから人数合わせで来ただけなんです。でもここに来たってことは、私との恋愛の準備ができたってことだよね。え？あれ、どうしたの？トイレ。じゃあ私も。え？もう我慢しなくていいんだよね。なんかすごい密着してる気が。私にもちょうだい。関節キス。このジュースも美味しいね。なんかすごく積極的では。はい、和樹くん。え、美味しいからさ。はい、あーん、美味しいよね。美味しいですね。わかりやすいほどの和樹狙い。和樹くん、ちょっとお手洗いに。すっごい疲れる。和樹くん。え、トイレは行かずにここで何してるの？いや、早くトイレ済ませて戻ろうよ、私寂しいし。なんで俺なの？え、レイナちゃんから見たら俺なんて地味で、そんな好きになる要素ないでしょ。和樹くんのおかげで私は救われたから。私、中学の時にずっと瓶の底みたいなメガネかけてて、地味でみんなからいじめられてたんだよね。そうだったの？ある日、男子たちが誰となら我慢して付き合えるかって話をしてて。最低だな。だよね。でもその時に和樹くんが、俺はレイナちゃん可愛いと思うって言ってくれたんだよね。私、本当に嬉しかったんだ。可愛い。和樹くんのおかげでイメチェンして変わろうって思えて。そうだったんだ。私、和樹くんの好みを必死に研究して、それに高校だって和樹くんと一緒の場所に行くために志望校を変更したの。そこまで思ってくれてたんだ。なのに和樹くん、私のことなんか忘れて高校楽しんでたんだもん。それは。こうなったら私も容赦しないから。いや、いいよな、和樹は。何がだよ、あんなのカップル成立を見せられてる感じだわ。まあ帰るか。そうだな。りょうたくん、ちょっと和樹くんは。え、あ、二人で出る？いいかな。もちろん、どうぞ。いや、おい。じゃあ和樹くん、行こうか。いや、ちょっと急に何？それに俺は二人で出るなんて言ってないんだけど。合コンに参加したこと悪いと思ってる？確かに恋愛に興味ないって言ったのに参加したのはごめん。そうだよね。じゃあお仕置きは仕方ないよね。和樹くんに話しかけた女にもお仕置きしておいてよかった。え？邪魔者は排除しないと二人になれないでしょ？どういうこと？だって今から和樹くんへのお仕置きはホテルだから。もう容赦しないって言ったでしょ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。